アメリカ軍普天間飛行場の名護市辺野古への移設をめぐり、菅官房長官と沖縄県の尾長知事の初めての会談が5日、那覇市内で行われましたが、平行線のまま終わりました。会談では菅官房長官が移設に理解を求めたのに対して、尾長知事は安倍総理大臣との面会を要請するとともに、辺野古への移設に反対する方針を重ねて示しました。日米同盟の抑止力の維持と、そして危険状態、こうしたことを考えたときにですね、辺野古移設というのは唯一の解決策であるというふうに政府は考えています。一つ一つ負担軽減、そして沖縄県の皆さんと連携をしながら経済政策を進めていってですね、信頼感を取り戻させていただいて、しっかりと取り組んでまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。上から目線の粛々という言葉を使えば使うほど県民の心が離れて、そして怒りはですね増幅をしていくのではないかなと、このように思っております。ですから私は辺野古の新基地が、絶対に建設することができないというですね確信を持っております。県民に大変な苦しみを今日まで与えて、そして今や世界的危険だったから、普天間はもう危険だったから大変だと、危険性の除去のためにね、沖縄が負担しろと、お前たち大体案を持ってるのかと、日本の安全保障はどう考えてるんだと、沖縄県のことも考えてるのかというですね、こういった話がですねされること自体がね、日本の国の政治のですね私は奈落ではないかなと。よろしいですか。これからですね、国と沖縄県が話し合いを進めていくの、まあ第一歩になったというふうに思っております。これからもですねこうした機会を一つの契機として沖縄県と、まあ、しっかりですね、話し合いを進めながら、これ基地負担軽減対策とかあるいは振興策というのは連携していく必要がありますので、まあ、そういうことはしっかりやっていきたい、こういうふうに思っています。それについてはこれから具体的にどういう形かというのはまだ聞いていませんので、沖縄の考え方を聞く中で、進めていきたいと思います。この基地問題で後退することは全くございません。まあ平行線でありますけどね、会話は続けるということだと思いますけれども、まあ、できましたらね辺野古を注視して、そして話し合いに応じてくれた方が一番いいとは思っております。会場となったホテルの前では移設に反対する人たちがシュプレヒコールを上げました。頑張ろう。